こいつらの目もそろそろ馴染む頃だな。これでナルトは出てこざるを得ない。白舌を処理するためには、こっちのマダラをわしらに任せ、必ずケリをつけ。じゃから、あっちのマダラはお前に任せる。ウシナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。キュービをコントロールしたその力。何を食い止め、水鏡を見て。ナルト、秘伝鱗粉隠れの術。今のはユギトじゃねえか。お前ももしかしたらあっち側であんなになってたかもしんねえな。ああなりたくなきゃ気抜くなよ。この面は前のと違って特別性でな。お前らマダラは俺たちが止める。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。美獣と一緒にいることが。頭きた。この面剥がすには、ちょっと待てて、ベーロちゃん。ヘイ、ナルトと話をさせろ。よ。あれだってばよ。なら他のやつも確かめる。螺旋丸。大丈夫か、二人とも。オクトパスホールド。さあ、いって、超アルカリ液だ。皮膚を溶かされてんぞ。この手が触れたら俺の勝ちだ。元気コドハ混合力サンポー。カカシ先生に、激前先生。俺の持つ動力と美獣の力の前ではな。
海軍将。私たち美獣をペットにしてきた忍びたちがずっとやってきたことだ。どれがどのペインの術を使ってくるのか、まずは確認だかい。どうしたか。さすがカカシ先生、またまたすごい理解力。これ以上キュービチャクラで分身はダメだ。お前らに何があったか知らねえけどな。挟まれた。うわっ、なんだってばよ。先方、超大玉螺旋丸。多重影分身の術、超大玉螺旋多連丸。死を殺せたな、なんと！あいつは一体何なんだ？終わりだ、渦巻きナルト。よし、かわず叩き。そう、それがお前だ。螺旋丸。俺のチャクラは別のやつが下道魔像を介して握っている。そのうち役に立つぜ。早くしろ。何？お前らの大切な美獣はこいつらでいただく。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。向こうのマダラの時はサンキューな。
あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。今はもう化け狐じゃねえ。さあ行こうぜ。けい。これはまずすぎるぞ。ガイ、下手に動くな。分かってる。手前は。ならば。なんだこれは。これほどとは、殺すつもりでちょうどいいということか。二重玉！ですね。だな。それで今まで通りだ。難しい名前、一度にたくさん教えてもらったからよ。